渋谷スバルはジャニーズ事務所に母親が勝手に履歴書を送ったことからオーディションを受けてアイドルになった。ジャニーズジュニアの頃から圧倒的な人気を誇り、東の滝沢、西のスバルと呼ばれた。コンサートで行うウェイトレンジャーにて台本にマーカーを引くほどしっかり読み込みをするが、本番では全て無視する。横山優斗はプライベートで遊んだり旅行したりする仲であり、仕事以外で一緒に過ごした時間が一番長い人物であると語っている。圧倒的な声量と歌唱力は音楽業界でも認められるほど評価が高く、関ジャニ∞ではメインボーカルを務めていた。コンサートにて31まで生きてて、しかもジャニーズやったら女の一人や二人知ってますよと発言した。